いや、めっちゃ楽しいです。ここはもう涼しい通り越して寒いくらいなので、暑い夏でも思いっきりスポーツを楽しめます。室温10度、ダウンに手袋、そうアイススケートです。ここは福岡市の常設スケートリンク、オービジョンアイスアリーナ福岡。パピオアイスアリーナが改修され、今年4月にリニューアルオープンしました。夏休み真っ只中ということもあり、リンクは家族連れでにぎわっています。涼しくていいと思います。こういう涼しいところ以外だとめっちゃいい。疲れるし汗かくしも嫌ですよね。利用客は世代を問いません。最高ですね。天国です。高齢者でしょ、こういうところが一番いいですね。涼しいでしょ、運動になって最高ですね。冬のスポーツとして定着しているアイススケートですが、実は夏こそおすすめなんだとか。冬の繁忙期に比べると、3分の1程度で、ゆったりと遊べて、夏の穴場的スポットとなっております。で、私はもう夏こそおすすめだと思います。さらに今月31日まで高校生以下は半額でスケートを楽しめます。暑い夏、子供や孫と一緒に涼しい夏休みを過ごしてみてはいかがですか。Thank you.